皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、よしみつです。今回ですね、今さらという感じのエクストリームガンダムですね、実況をさせていただきます。キャプチャーの機械がですね、届いたんですが、ちょっとハードキャプチャーというかなので、マイクの遅延が起きてしまっているので、もしかしてずれている可能性が大いにありますので、そちらもご了承ください。また何か考えて、実況したいなと思っておりますので、今回また時間は、まあ、2試合、まあ、組まれるのが、時間かかるかもしれないので、2試合ほどで、判定してもらおうと思います。さて、じゃあ何でいこうかな。まあ、特に何でもいいんですけど、まあ、お気に入りは、まあ、このサイズなんですけど、今日は、違う。あの先に行こう。じゃあ、見てもらえばわかるんですけど、ユニコーンのこのキャラクターポイント、一応ね、注意まで上がって、調子こいて違う機体を使っちまったら下がりました。なので、今回、ユニコーンちょっと頑張りたいなと思います。さて、まず、組まれるのかなっていう不安の方が、大きいです。一応ユニコーンはやっぱりね、永久に無限大に弾が打てますので、有利かなと思いつつ、まあ、打ちすぎれば、まあ、無駄に打てばね、ブーストが空になって終了っていう形になりますので、頑張っていこうかなと思います。回線は、よかった、青いですね。時々回線が緑になってしまう時があるので、もっと。すぐもう組めました。はい、じゃあ行きますよ。相手が V2 とか嫌ですね。だったら全人類を一気に進化させればいいんです。頑張ります。やってみせてくださいよ。じゃあ狙いは V2 ですね。そこまで邪魔際の話題はこいつを使う力がありすぎる。邪魔だ、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 この後を飛ばす。下がれ、落ちろ。ビームマグナムを使う。邪魔だ。もうね、ヘビーさんを無視できそうです。邪魔だ、ネギソクロ、ドローボラッタ、下がれ、下がつく、大きいドロー。いや、ダウン取られた。消滅させる。他に知らせる前に肩を消滅。こんなところで徹底的にやられました。そこだ。以上は。もうちょっと V2 に寄せられてみます。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。行け。死ぬもんか。みんなも死なないで。そのまま。消滅させちゃう。まだ。アイテムが無視。これで戦いを。おーっと、相方がやってくれました。ありがとうございます。多くの犠牲に見合うことなかった。おっと、意外にダメが取れてなかった気がする。一番は超えるかなと思ったんですけど、超えてないですね。完全にヘビーなんて無視でしたね。ヘビーオンズ相手苦手なんですよ。今時間そんなに経ってないですね。5分ぐらいです。まっすぐ組めましたんで良かったなと思います。
疲れていきます。あ、キャプテン。どんどん行きまーす。なんかこう、他の機体も使えばいいんですけど、やっぱ2000機体がすごく難しくてですね、もう自分じゃ使えないぐらい難しいですね。なんで基本3000か2500しか使わないんですけど、なかなか2000使ってる人はすごいなと思いますね。なんかさっきの F91 とかは使ってみたんですけど、やっぱそれなりに相方次第というか、これなかなか組まれないですよ多分これ。もう来年じゃないわ、そうですね、来年の1月の30、一応あのエクストリームリブートが、出る予定ですのでですね、皆さんもこれ見て、あ、買うぞという方がいたらですね、ぜひ一緒に、やりましょうと思ってます。下手なんでまだ注意にいますね。まだっていうか、もうずっと注意かもしれませんけど、なかなか難しいですね。まあ、大体あと2試合ぐらいしたらぜひ録画を終わりたいなと、実況終わりたいなと思います。組まれないんですこれ、なかなかあのポイントにやっぱシビアなんで、皆さん結構やっぱ PS このゲーム自体でやっぱ5兆クラスになってくると放置が多くて、あ、黄色が分けたこれこんだけアームでされるゲームだっけ。あんまりもう自分的にはあのポイントは気にしてないんですけど、バリ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 キャンセルされますね。もういいでしょ、組もうぜ。よっしゃ、キャー。さてどうなることやら。あー、いや、マスターいますね。ちょっとマスター苦手なんですよね。俺はまた戦わないといけないのか。近づく、近づかない僕で。あっちに2人と、あの、歩け、ホース。あー、痛い。どこか来た。これで、うわっ、オーチャーズ。やすぎた。やさにはさせない。ああやあ。もうやれるんだ。だのこのまま一気にやる。なんなんだ。ビームマグナムを使う。ああやだやだ。もうやめるんだ。甘いわ。どっこい。これや。どっこい。何をしたか。ああやばい。もう少しで終わる。もらったのは一度やめるんだ。マジか、なんか使わないのがよかったかな。これで終わらせる。この一撃もうやめるんだ。何も見えていないって。とりあえず謝ります。もうやめるんだ。助かりました。正しさに人を救うとは限らず、あぶねえ。この俺が。焦りました。何も感じないのか。俺たち人殺しをしていたんだぞ。ということで、勝利です。ありがとうございました。
私以外の通称などはやめてくださいね。まだまあ見てる人はいるのかどうかわかりませんけど、なんとも言いませんけど、さっきはよかったですね。ジャスティンいっぱい助けられました。じゃあ次、止めたら、ちょっと実況終わろうかなと思います。これ来るまでにすでに時間が、結構立ってしまうもんで、なかなかやっぱりもうフルブースト出るっていう状態でもやっぱやってる人の方が多いのかなと思ってたんですけど、最近やってなかったんですけど、またでもやっぱ組まれるってことは結構やってる人は多いということで、最後は全員復上とですね。あ嘘？マジかよ。まあいいでしょう。お、またですね。よし。ダメですよ。注意は多分もう組んでくれないってことは分かりました。なんかもう、でも、ランキングを見るとですね、元帥はやっと100人。いるかいないかなんですよね。なかなか難しいゲームなんじゃないかなと思うんですけど、元帥さんとは1回しか組んだことがないんです。もう俺なんて元帥なんて生きるわけもないんですけど、なかなか。が最後は全員青回なんで頑張ります。3連勝で幕を閉じたいところですが、あれさっきの F91 かな。どうなんだろう。ウィングはまた戦闘が始まる。デフレデフレは好きじゃない。あ、危ない。というやつ、ウィングマグナムを使われるんだ。リサンチを動かしちゃう。また当たりました。甘いとこにしちゃった。いけ。じゃあ、ダメージが。ごめんなさい。もう一度頼むぞ、ユニコーン。そうそう、何も見えていないんだ。正面ちょっと寝てます。出てけよ。いいだ。これくらい見え切り替えの目を使う。これくらい。あー、もうこれやばいっすね。さっきウィンクしたとされる。あ、ウィンクしたごめんなさい、F91 が消えろよ。まだいくぞ。このダメージが半端じゃないですか。どんなら終わった。おお、終わったんだな。お見事です。ミスだ。人が死ぬのを冗談じゃないって思うから、やれることをやるんでしょ。素晴らしいですね、お見事です。地味にやっぱ昇格はしたいんでね。あと、90ポイントぐらいです。90ポイントないぐらい。さあ、ちょっと最後は焦りましたね。ちょっと下手なんですね。でもなんかさばききれないということがあったんで、ほんじゃ、本日はここまでにさせていただきます。またね、このエクストリームガンダムの実況自体は、やらせていただこうかなと思います。またフルブースももちろん、やる予定ではいますので、その時にぜひ来てください。
ください。またあの交流コールのゴーストとかですね、ゲームやる予定ですので、ぜひそちらも視聴していただけたら嬉しいと思います。それではこれにて